皆さんはこんばんちは。私は今追われているんだぜ。ホメロスに悪魔のコステイクラされてましたね。あいつだけは許さない。まあなんだかんだあって金が人質に取られていると、やることすべてが汚い。さすがはホメロス。で、今回はそいつを討伐するって話なんだぜ。もうそろそろたどり着きますかね。この踊り場みたいなとこにいるはずなんだぜ。あの金髪が今回倒す敵ですね。見た目はイケメン、中身はクズ。ホメロスに対して厳しすぎません？そんなわずはないんだぜ。頼りになるシルビア姉さん。シルビアは男の人。シルビア姉さん本当に強いんだぜ。そこごまかそうとしない。ほらホメロス勝負しろや。この距離まで気づかなかったんですね。さすがに間抜けすぎるだろ。絶対に負けられない戦いがそこにはある。シルビアさんは素早さが高く攻撃力も高い。しかも筆記芸も結構強いんだぜ。でもまあ斬撃系ばっかだろうからタップダンスでもするか。ミカは比率アップで攻撃を避ける作戦ですか。ただの運ゲーですね。それを言うんじゃねえ。ベロニカはとりあえずルカニで様子見だな。果たして効果はあるのか。全然効いてないですね。ホメロスのくせに生意気なんだぜ。どこのジャイアンですかね。マリサはとりあえず火炎切りで。ルカニが効いてないから微妙ですね。ああ、おいこらちょっと待てー。2回行動な上に60ダメージってなんなんだよ。これはマヌーサで対応しないと。あ、これ無理ゲーですわ。これもしかして負けイベントか何かか。その流れではないような気がしますけどね。むむむ、ベホイミカ。欲しい？もしかしてまだ覚えてない感じですか。セイナがもうレベル15だから覚えてると思うだろ。それが覚えてないんですよねー、ちくしょうめー。マリサさん、今回だけは諦めましょう。ダメだ。こいつだけは何としてでも倒したいんだぜ。だってあのダメージ量じゃベロニカとか一撃で死にますよ。そこは祈るしかないだろ。これあかんやつや。さてヒャドはまあまあ効いてたな。しれっと武器ガード率上げてたから今回は呪文特技芸なんだろう。でもやっぱあのダメージ量怖くないですか。それもそうなんだよな。いや、でも強気なプレイも必要な気がするんだぜ。ここは筆記芸を選択するんだぜ。火力はどれほどのものか。28ダメージ、上等なんじゃないですか。そしてベホイミを覚えてないセイニャさんの登場なんだぜ。それはレベル上げを怠ったあなたが悪い。返す言葉もございません。ドルマを唱えてきました。これは痛い。普通に大ダメージじゃねえか。でも1回行動でしたね。頼むから1回行動ばっかしてくれ。ホメロスにおねだりしていくスタイル。それは言っちゃダメなやつなんだぜ。こうなったら2人がかりでホイミ唱えまくって、火力面はシルビアの筆記芸に頼るしかないんだぜ。あとはベロニカのギャドもですね。地道にダメージを積んでいしかないんだぜ。お、めっちゃいい火力ですね。勇者よりも旅芸人の方が強いです。熾烈なダメージレースが始まりそうですね。向こうは回復手段持ってないですが、その分体力が軒並み高いからそこはイーブンなんだぜ。そしてセイナもついに旅を唱え出しました。ダメージ量はまあしゃあない。マゴトーン唱え出しましたね。ピンポイントでベロニカ封じ込めるのやめてくれませんかね。ベロニカ何もすることなくなりましたね。あの野郎、そんな呪文まで持っていたとはな。それでも筆記芸は呪文じゃないから打ち続けられるという。頼りになりますわ。あとは MP 管理だけですね。魔法の聖水は何個かあったはずだしそこは大丈夫なんだぜ。はい、そこそこターンが経ちました。こちらの死者はゼロでホメロスの体力は半分減ったというところなんだぜ。セイナは呪文を封じられていると。やることが汚い。そしてやることがない。2回連続ターンが来ても何一つ嬉しくないという。仕方ないから防御で。マリサさん苦渋の選択。暴走しただけ。危ねえ。シルビア狙うのはマジであかん。主力が死ななくてよかったですね。まったくだぜ。さてベロニカは呪文が使えるようになったわけですが、それならヒャドを選択するのになんだぜ。地道な作業が繰り返される。とりあえずシルビアを回復させないと。しかしホイミしかないのか。アイテムも世界樹の葉ならありますけどね。それは本当の最後の手段にしたいところなんだぜ。結局ホイミを選択しましたね。これは仕方ない。しっかしホイミと薬草だけじゃな。ゼーレでクリアには程遠いですし、動画的には全然美味しくないですね。そういうめたい話はやめなさい。奇跡的にもう一回ホイミを唱えられたんだぜ。これはでかい。しかしターンの仕組みがわかりませんね。さっきからマリサとシルビアしか行動してないじゃないですか。そして次はベロニカか。仕組みはよくわからんが、そろそろホメロスの攻撃が来ると思うんだぜ。本当に来ましたね。ソードガードからの痛い痛い痛い。
い。マリサに痛恨の一撃に近いダメージ。千夜はまだ回復呪文使えませんし、このままじゃジリ貧ですよ。ぬ、他のメンバーにアイテムを持たせなかったのが悔やまれる。ここでマリサがゾーンに入りましたね。身の守りが上がってくれるのはありがたいんだぜ。でも爆炎切りも捨てがたい。ここは一気に勝負を決めるんだぜ。文化力はなかなか。でも武器ガードを考慮しなかったのは浅はかですね。しかも回復もできなかったですし。ここは大胆に出た方がいいっていう私の判断なんだぜ。ホメロスだってもう瀕死に近いみたいだし。そして千夜も呪文が使えるようになると、ここまで来たら勝利以外ありえない。でもまずは回復。本家のホイミは回復力が違いますね。なんだかんだで体勢も立て直せたんだぜ。これでとどめだ。普通にホメロスのターンが来てるんですが、それはシルビア狙うのはやめろ。あーでも一回行動か。残念。残念そうにするんじゃねえ。そしてここは安定のホイミを選択。ここで再びシルビアのターンですね。そして安定の筆記ゲイを選択なんだぜ。これでシルビアは筆記ゲイを使えなくなりました。完全に MP のこと気にしてなかったんだぜ。さっきから叫びすぎですよ。そりゃ叫ぶだろ。しかもマコトーンまで唱えてきやがった。あ、終わりましたね。せいにゃー、もうこれ完全にマリサ殺そうとしてるだろ。いや、敵の狙いは元からそうでしょうよ。何それひどい。まあ攻撃は最大のなんとやらっていうからな。マリサさんやけくそになってません。そりゃ呪文も弾かれればやけくそにもなるだろ。ここで筆記ゲイを使えないシルビアのターン。絶妙に足りないこのやるせなさ。あー、こんなところに薬草が。ここはマリサを延命させるしかないんだぜ。延命になってるかは相当怪しいんですけどね。それは言わないよ約束。にしてもこいつしぶといな。そろそろ倒れてもおかしくないわけなんだが。悪魔の子を殺す執念が彼を動かす。お前はどっちの味方なんだよ。とまたガルマの放送か。マリサ回復しといて正解でしたね。で、完全に仕事ができてない千夜のご登場。さっきからマリサとシルビアばっか狙ってるもんな。男集中狙いみたいな設定でもしてるんですかね。シルビア、シルビアって結構いろんな呪文覚えてるんですね。しかし私は攻撃を選ぶ。ですよね。ここでマリサのターンか。もはやホイミも意味がない気がするんだよな。だったらシルビアの MP 回復させちゃいます。それが一番いいような気がするんだぜ。ホメロスの攻撃が飛んでこなければいいんだけどな。フラグですか。違うわ。でもやっぱこの選択ミスったかもな。まあこの呪文で死ぬかもしれないですし、赤ゲージなってから相当ターン経ってますからね。敵のゾーンの存在忘れてた。ここからさらに力が上がるとは。マリサー、フラグ回収おめでとうございます。やかましい。あ、勇者神でも試合は続くんですね。さすがにそれはきちくすぎるんだぜ。セイニャはもう身を守っておくんだぜ。さて本命のシルビアのターンですね。マリサの無念を晴らすんじゃあ。よっしゃー。ホメロスとマリサが死んでる図ってなんかすごいですね。それは言っちゃダメなやつなんだぜ。シルビアレベルアップ。ベロニカレベルアップ。千夜もレベルアップしましたね。新しい呪文今覚えるんかい。次から大活躍ですよ、多分。多分とか言うなよ。マリサ生き返ってますね。やったぜ。
リスちゃん。アリス。ちょっと待て、これはストーリーどころじゃないぞ。魔法はどうしたんですか？性別変わったんですか？ツッコミどころが多すぎる。とりあえずこの状況はなんとかなったのかな。おそらく、多分、きっと。兵士ダサいとかツッコむ気にもなれないんだぜ。今はそれどころじゃないですね。はい。今回はここでお開きにするぜ。続きがあるんですが、それはその点は結局ホメロスってやっぱクズだなってなるだけだからセーフなんだぜ。それでいいんですかね。それよりアリスだろが。やっぱそうなりますよね。